はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、これ確かね、コンビニで買いました。札幌の、限定醸造、ドラフトビール、エーデルピルス。ホップの贅を尽くした、これ贅だよな。高貴な味わい。生ビールです。これ確か200円ぐらい。アルコール度数 5%。ですね。原材料、麦芽とホップ。だからこれ 100% かな。ビールの本場ドイツで、そのうまさを認められ、高貴なピルスナービール。ピルスナービールを意味する、エーデルピルスの名を冠したプレミアムビール。あ、これプレミアムビールなんですか。よくわかんないけどね。どこをどうあれでプレミアムビールの定義があるのかがよくわかってないんですけど。限られた飲食店でしか味わえない希少な美味しさを期間限定でご家庭でもお楽しみください。うん。まあ、エーデルピルスっていう名前からして、まあ、明らかにちょっとこれは外国のビールですね。外国のビールを、日本向けに、ちょっと改良したんじゃないですかね。うん。なんか250円ぐらいした記憶があるんだけど、どうだったかな？これ結構高かったんじゃないかな？ 250 円ぐらいした気がする。多分。まあ、ピルスナービールということでね。まあ、基本的にピルスナーですけどね。日本のビールはね。まあ、どうなんでしょうか。まあ、先ほど飲んだこの、ね、朝日プレミアム。カッコプレミアムじゃないけど、プレミアムみたいな。こっちは多分プレミアムビールでしょ。ちょっとググってみましょう。エーデル。間違えた。あ、もう。おい、ちょっと。あ、キャンセル。エーデルピルス。うん。なんか独特の香りがありますね。あ、でもやっぱりさっきよか泡が粗いわ。さっきのやつよか。泡が粗い。うん。あ、これは。あららららららら。これはあれだ。ちょっと待って、すごいんだけど。今ググったんですけど、今札幌ビールのところなんですけど、エーデルピルス、カッコ、タル生、ファインアロマホップを3倍使用した後期で、清々しい苦味とキレの良い美味しさが魅力のスーパープレミアムビールだって。何スーパープレミアムビールって聞いたことねえんだけど、初めて聞いたんだけど。ドイツでエーデルビター、カッコ、高貴な苦味と称賛される味わいとして本場の醸造家からも認められました。こだわりのお店でお楽しみください。でも10リットル缶しかない、10リットル瓶のやつしかない。これと同じなのかな？まあ、樽生だから多分違うんだろうな、若干な。これは、ああ。これさっきのと全然違うわ。さすが、あれですね。違うわ。さすがただのプレミアムビール、過去笑いと違うわ。これね。あ、普通のビールとは香りが違いますね。うん。これは。この商品は、チェコザーツ産ファインアロマホップを 100% 使用した麦芽 100% のプレミアムビールで、ドイツ語で、高貴なと名付けられる通り、華やかな香りと高貴な苦味、すっきりとした喉越しが特徴です。
あのね、これはね、すごいね。ちょっとだけ。ちょっとだけちょっと、びっくりした。若干。ただ、タル生とは多分違うみたいだね。まあ、少なくとも、プレミアムビールだっていうのは、なんとなく理解した。感じ。これは、あ、でもだいぶ前に出てたみたいですね。1987年に、缶と小瓶を発売してるみたいですね。だって、なんか、ウィキペディアに載ってるもん。札幌エーデルピルスっていう、ウィキペディア。札幌エーデルピルスは、札幌ビールが製造・販売するビール。プレミアムビールとされている。あ、ちょっと待った。プレミアムビールの、あれ見よう。概念を。プレミアムビールをウィキペディアで見ます。プレミアムビールは、原料や醸造方法に、ある種のこだわりを持たせた高級志向のビールや、それが属するカテゴリーのことである。一般的には大手ビール会社が醸造する定番商品に対して価格が高く設定された高級志向の、商品を指すが、プレミアムビールの明確な定義は存在しない。つまりは、結論。プレミアムビールの明確な定義は存在しない。これ結構あれだな、重要だな。なるほどね。そう。あのね、実はハートランドビール、俺大好きだったんですけど、大好きだったじゃんね。ハートランドビール大好きなんですけど、これも実はプレミアムビールなんですよ。で、最近、そう、ここに書いてあるんですけど、銘柄でね。まあ、エビスビールはあれだとして。札幌エーデルピルス、ここにも書いてありますね。これもプレミアムビール。で、ザ・プレミアムモルツ。まあ、これはプレミアムビールですね。あと、最近飲んだのとしては、熟成ですね。朝日熟成。これも、俺個人的にあんま好きじゃないんですけど、これプレミアムビールらしいですね。で、ブラウマイスター。これもプレミアムビールです。まあ、これは当然です。で、ハートランドビールがちょっとびっくり。これも実はプレミアムビールだったという。まあ、うまいですからね。あとは、日本プレミアム。これ知らないな。うん。あと、チルドビール。にしても、このエーデルピルス、これ苦いですね。ちょっといきなりですけど。かなり苦めのあれだな。なんかすげえ残るな。苦味が口の中に。ずーっと。うん。あ、これは苦いわ。すごい。飲んだ後も、ずーっと残るね。苦味が。まあ、つまり、プレミアムビールっていうのは明確な定義は存在しないということです。それじゃあお前わからんってな。もうプレミアムビールっつって、値段高くすればもうそれだけでいい。アホかよ。うわ、なんか結構やっぱり苦いわ、これ。エーデルピルス。苦い。これはあれだな。かなり、あれがわかるわ。ちょっと好みが分かれるね。苦味が、本当に、きついです。結構。概要。種類メーカーの
商品構成や種類市場においてビールの中で通常商品、かっこレギュラービールに対してより高品質で指向性が高い高級志向のビールがプレミアムビールと分類されている。ただしその条件は多様で、前述の通り明確な定義となるものは存在していない。条件として高価な販売価格、原材料の吟味、手が込んだ製法や工程、限定性など、各種付加価値を向上させていることが挙げられる。無駄に近いな、これな。大手メーカーが供給する商品以外にも、ビール職人が原料などにこだわって醸造した地ビールもプレミアムビールの一種とされている。まあ、地ビールはね、プレミアムビールだのわかりますよ。ね、夜な夜なエールとかね。あれはもう全然プレミアムビールって、もう名付けて、もう誰も文句は言わんでしょ。あそこまでうまいと。値段300円以上するんだから。いや、値段だけじゃないんや。あれ、うますぎるな。大体がして。うますぎる、あれは。ガチで。世界でもメーカー市場において高級上位、高価格に位置するビールは日本と同様にプレミアムビールやプレミアム、プレミアビール、スーパープレミアムビールなどに分類されている場合もある。商品銘柄として、青島ビール極上、タイの クロスタービールやシンハービール、ギネス、ハイネケンなどがある。え？ハイネケンってこれプレミアムビールなの？クソまずいのに。びっくりなんだけど。本気かよ。青島ビール飲んだことねえんだよな。まあ、いいや。いや、これ苦いわ。ほんとに。ガチで苦いぞ、これ。これ全然違うわ。全然違うっていうか、苦味の、質が全然違うね、これね。ちなみにこれは、4月24日から、コンビニ限定販売、発売となったプレミアムビールですね。セブンイレブンか。でも一応、これは樽生では売ってたらしいですね。売ってるみたいですね。本来では樽生だけのこのビールを、今回だけ、8万ケース限定で缶の出荷となりましたって書いてある。どっかのブログ様に。缶のエーデルピルツは、2008年以来ですが。はぁ、なるほどね。確かに、キレのある苦味っていうのはなんとなくわかる気がする。コクはね、そんなないんですよね。うん。コクがないのに苦味が非常に高いんですよ。おい。夜な夜なエールに関しては苦味が非常に高く、強くて、なおかつ、コクも強いんですよね。うん。うん。だからそれが違いだね。うん。でも非常に苦味としては、かなり、夜な夜なエールに近いですね。苦い。とにかく苦い。うん。とにかく苦いです。ほんとに。これは。舌にだいぶ残ってくるね。何度も言うけど。飲んだ後に、もうだって、さっきから、ウィキペディア見てたけど、
その間もずーっとなんか逃げーなーとか思いながら、あーなんか逃げーなーと思いながらね、ちょっとウィキペディア読んでたんですけど、ほんと苦いですこれ。あ、やっぱ259円もする。札幌エーデルピルス259円だって、高え。やっぱり250円以上するわ、コンビニで買うと。あ、コンビニでしか限定だから、コンビニしか売ってないけどね。うん。いや、これは確かに、250円の価値はなくはない。ですね。とにかく苦いです。あ、これは間違いなく苦い。うん。だから、ちょっと逆に苦いのと合わせた方がいいですね。食べ物的に。ね、ここに、画像でググったら、なんだこれ。これなんだこれ。これなんていうのこれ。ピーマンのね。なんだっけこれ。忘れた。あ、チンジャオロース。これ大好きなんですよね。チンジャオロース。そう、この人はよくわかってる。チンジャオロースみたいな、こうピーマンとかの苦味系を、ね、つまみにした方が絶対いいですね。あえて。もう苦いものには苦いもの。うん。苦いものに甘いものとかを合わせると、さらに引き立ってですね、超苦くなるというパターンがあるんで、うん。まあ、それもいいのかもしれないけどね。うん、まあ少なくともこれは一応スーパープレミアムビールっていうことなので、あれなんですけど、少なくともね、このアサヒクリーミープレミアムかっこ笑いよかね、これ買わない方がいいですね。これ個人的にこのアサヒクリーミープレミアムはね、こう買わない方がいいです、ガチで。それ買うんだったら、これ、60円ぐらいプラスして、これ買った方が絶対、いい思いすると思うわ。うん。断然苦い。っていうか、もう、だから、もうね、うん。だからもう、全然あれが違うね。いわゆる、なんだろう。個性が 100% ある。こっちの方が。こっちの方がね。もうこれでもう大体、俺の中で、このエーデルピルスっていうのは、コクがないけど、非常に苦いものなんだなっていう、そういうビールなんだなっていうのがこう頭にインプットされたわけですね。まあ、いつか忘れるかもしれないけどね。ああ、苦いね。これは苦い。うん。ああ。これは。ピルスナーと思えほど苦さ。え、なんで？ちょっと待って、ビールの。嘘。やっぱ人によってあれなんですかね、感じ方違うんですかね。なんかブログで紹介してるやつ、今記事見てるんですけど、味はそんなに苦味や濃さは感じませんって。苦味を感じないだと、まさか。お前本当か。本気か、これ。考えられんこと言っとるな、この人。本気で言ってんの？さすがにそれはないやろ。こんだけ苦味あっといて、苦味は感じませんって言われると、俺が本当に味覚障害みたいになってるじゃないか。あ、やっぱりほら、
2チャンネルの酒の板だと、ば、あれにはね、苦い、苦くてうまい。一番うまいビールだ、日本で、だって。絶対これ苦いって。苦くないとか言ってるの、ほんとおかしいと思うの、逆に。本気で。これほんと苦いから。うん。このね、口のね、奥、喉のあたりまでね、苦さがね、ズキーッときてる、ね。飲み終わった後も、残る。もう逆に苦すぎてなんかあんまり飲めない感じ。本気で。夜な夜なエールと違って、コクがない分、すっきりしてる苦味だから、非常に強力ですね。ああ。非常に強烈です。苦味が。苦味がかなり強烈です。これは、うん。これなかなかあれだね。マジであれだね。びっくりだよ。今までにここまで強烈な苦味の酒は飲んだことがないな。夜な夜なエールは、もう、しのぐな、これな。確実に。夜な夜なエールの苦味のこの残り具合。こっちの方がはるかに残るね。ずっと残ってる。口の中の奥の喉のあたりで。ずっと残ってる。すげえな。札幌ちょっと見直したぞ。うわ、にげえ。マジだ、これ。ちょっと苦すぎるぞ、これ。本気で。ちょっとやばいな、これな。なんかさっきと逆でさ、苦すぎてちょっと、飲めない感じなんだけど。俺苦いの嫌いじゃないんだけどな。苦くてこのすっきりとしたそのキレがあるとさ、きつい。きつい。うん。うわぁ、これはきついわ。まあ、ぜひね、皆さんもね、限定なんで、普段は樽生の10リッターとか、そんぐらいでしか売ってないんで、手軽に買えるこの値段で、まあ、250円ちょっと高いんですけどね。でもぜひね、これは飲んでみた方がいいんではないでしょうか。非常に苦い。とにかく苦い。もう俺の中でも苦さしか残らない。これは苦いわ。ね、ここまで一気に飲むと苦味がわからないんで、うん、本当に若干ちょびちょびって飲んで、しっかり味わってもらいたいですね。これは。うん。なんか2チャンネルによると、エーデルピルスについて語るっていう2チャンネルのスレッドがあるんですけど、そちらでは、苦味が弱くなってるというコメントが結構ありますね。苦すぎるって苦情があったんじゃないかね。知らんけど。と書いてある。苦すぎるなんて苦情出すようなお子ちゃまなんだ。無視していいだけ。どうせ二度と買いやしないさ。だって。やっぱり苦いな。
やっぱり苦いっていう俺の感覚は合ってるな。うん。うん。これは強烈な苦味だ。でもこれほどね、やっぱりちょっと脳裏に残るほどのこの個性がないと、やっぱりね、売れてもその後頭の中に残んないですからね。